今宵は山代、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学教育学部准教授でいらっしゃいます。川崎徳子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。二度目のご出演ですね。はい。お久しぶりです。ありがとうございます。確か前回、徳子先生だから、徳子先生って呼んでいいですかって言って。ずっと番組中、はい、徳子先生、徳子先生って。呼ばせていただいたんですけど。はい。今夜もそれでいいですか。嬉しいです。はい、ぜひお願いします。 では早速改めて徳子先生のご専門、はい、教えていただけますか、はいえっと、専門に学んだのは臨床心理学っていう心理学の分野なんですけれども、うん、まあそこから教育の現場幼稚園や小学校にも出ましてやっぱり子ども人間っていうことを考える、まあ、子ども理解だったりそれから人間と環境だったりまあ 今はき幼児教育コースっていうところにいますので、まあ保育学、幼児教育っていうところをやってるところです。はい。ということで今夜はですね、まあもう皆さんも本当にこれで苦しんでいらっしゃる方も多いと思うんですけれども、コロナというね、本当にあのこれまでにない未曾有のこと、はい。これに関するお話でいろいろと伺っていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてどっこ先生、はい。あの本当にこの二年とちょっと、うん。 ありえないことが起きて、えー、そして環境が随分変化しましたよね。はい、最近よくあのニュースとかテレビのそういう報道を見ていると、えーうん、子どもたちにも大きな影響がどうやら出ているようですけれども、えーうん、先生からご覧になって、やはり幼児教育の場でも、これは随分大変なことですか。えっと子どもたちは本当に何か環境に、うん。うん か柔軟に対応するんだなっていうのは今一番感じてることなんですけれどもそれはまあ周りの幼稚園保育所の先生たちのご尽力によるところもあるかと思うんですけれどその与えられた環境で120%過ごしているのが子どもたちと思うと例えば。 まマスクをするっていうことも、きっと本当は何かね。こう嫌なことかもしれないんですけど、気づいたらどんなになんかちっちゃい。マスクでも鼻に上に上がりながら、でもちゃんとこう。子供なりにこの環境に馴染んでる姿があるのを見ると、やっぱりたくましいなっていうのは思います。ある意味まあどんな環境においても、なんか子供って一生懸命こう。環境に向かって生きようとしてるんだなっていうのをまあ。 改めて感じさせられてる。2年 2>、うん、3年かなと思います。なるほどね。うん、まあ、その子供たちを、まあ、いわゆるこう保護するというか。現場の先生方も、ずいぶんいろんなことを。試したり、うん、考えられるでしょうね。うんうん、なんか一番人間にが、うん、と関係を持って。うん で大事に信頼してっていう時代にディスタンスだったり、うんね、例えば一緒にお弁当を食べる時間こそが、うん、まあコミュニケーション、うん、人を感じる時間をちょっとみんな前向いて食べなきゃいけないとか、うん、いろいろあるんですけれど、うん、もういろんな最も最も大事なまあケアをしながら保証していこうっていうその日々の生活をですね、うんうん、でその中で 限られてもやっぱり子どもってそこで120%遊んでるっていうのがまあどこかしらにも見えるのでやっぱ素晴らしいいななと思いますねる本当にだからもうたとえこんなことがあっても、ええ、その例えばこの教育に一生懸命な先生方本当に熱心に携わっていらっしゃる先生方の思いとかその思いがやはり子どもたちにも伝わるというか、うん、なのでそれなりに現場で。 はい、ねうまくやっていこうとしていらっしゃるということですね、うん、すごく面白いエピソードというかうんんう子供の遊びを見ていると、うん、あの時々見せていただくんですけど、うん、なんかあの「ママごとしてままママごとハウス」みたいなところで子供たちがままごとしてるんですけど、うんうん、よくよく見るとこうやって石をおでこに当ててなんかピッてしてるんですよ。うんうん いい形の石を見つけてるもうすぐそれが本当にコロナのケアが始まってすぐの頃にもうすぐ取り込んでるんですね、えー、遊びの中に。うん、なんか子供って大変っていうのは感じるんだけど、うん、それをもう自分の生活の中に取り込みながら、うんうん、多分意識的に考えてるわけじゃないんですけど、うん、まあ環境とこうやり取りしてるんだなっていうのをすごく 思います子,、ね、子供っやまあでもそうやってねあの自分たちでもこう少しずつこう気にはしてないんだけども、えー、その日々を楽しんで、はい、受け入れるっていうことができるこれやっぱり、うん、でもやはり現場の先生方のね努力の賜物ですね。は いろんな工夫をされてるそれから保護者の方もやっぱりなんか子どものことが心配だけどこう自分たちがこう仕事に行かなきゃいけないとかいろんなところでそのせめぎ合いがありますよねで何かクローズしなきゃいけないときになった時はじゃあどう 対応してていいくかっていう多分そのやり取りをものすごく、うん、ま保護者の方とのやり取りも先生たちも工夫されたでしょうし、うん、保護者の方もそれに歩み寄ったり、うん、意見を言ったりしながらっていうのが本当に、うん、まあ丁寧になされた、うん、い,いい場合ももちろん難しい場合もあったと思うんですけれど、うん、そうしながらでもこう淡々と進んでいけ、うん てる今っていうのが本当にすごいなっていうふうに思います。うん、日々のなんていうんでしょうかね失態の取り方っていうう,うまくいけば本当に何事もなくまたこれが子どもの成長にもつながっていくのかもしれないですね。さてそんな中でえ今回あの先生からお話をいただくはいどんなお話なんでしたっけあ実はですね<え>。<laughs> えと本当に私は研究チームに恵まれまして、うん、まあ海外の小学校にもう10年ぐらい前からこう行って、えー、私も現場っていうことを大事に考えるのでその学校の中に入って、うん、まあ実際の授業をさせていただいたり、うん、まあそこから日本のことっていうか、うん、自分の関わる、まあ、教育のことを考えたいっていうのがありまして、はい、でそれがその研究がずっと続いてまして。うん あのイギリスの研究なんですけれど、うんはい、それを、まあ、またイギリスに行こうかなっていうチームで考えてた時に、うん、このコロナ禍で続けることが難しくなったところを、うんえー、今さっきのリモートですねリモートでですね、うん、先生たちとやり取りして、うん、その じゃあ日本で大変なコロナの時,代、うん、時期にイギリスじゃどうなってるだろう、うん、っていうことから、うん、まあそれをいろいろあのインタビューさせていただいたりしたのをもと、はい、にちょっと今回本を<え> <laughs> あの著書のメンバーであの書きまして、えー、でそれをちょっと発刊したということでイギリス発ベル先生の「コロナ500日戦争」うん、これからの学校にできることってんだろうっていうことで。 はい、はい、じゃあもうこの中身は一曲聞いた後にいろいろと詳しくお話を伺うと思うんですが、はい、いつも通り二曲お持ちいただきました。一曲目は何におかけしましょう、はい。実はこの本の中の主人公でもある<っ>ベル先生、うん、まあ仮名なんですけれど、はい、ベル先生に紹介していただいた、うん、ザウィークエンドのブランディングライツをお願いします。はい、どこ先生、このイギリス発ベル先生のコロナ五百日戦争というこの中身は。 どんんななお話なんでしょうか、はいえー、と私たちがちょっと入らせていただいている小学校がですね本の中では仮名なんですけれども、うん、あのその学校は移民の多いイギリスはもともとたくさんの移民の方を受け入れられているんですけれども、うん、そのイギリスの中部のあたりなんですけれど、うん、まあ移民の多い地域で近くに、うんまあ、アマゾンとかたくさんの大きいあの工場があるところで。うん まあそういう中での、まあ、日本でいう公立の普通の小学校、うん、中規模の学校なんですけれど、うん、まあそこで、まあ、コロナ禍に、うん、まあどんな対応されてるだろうかっていうところをあのリモートで取材させていただいて、うん、研究させていただいたことをまとめたっていう感じです。うん、まあそのの頃ちょうど日本も日本本もも小学校も、うん、まあロックダウンになって、うん 学校が急に閉鎖になって先生たち大変な思いをされているところを小耳に挟みながらうん、うん、あじゃあ他の世界、うん、他の国ではどういう感じだろうかっていうところと、うん、まあ客観的にいろいろ考えてみたいなというのもありましてそうういとう、うん、ちなみにそのイギリスやはり日本とは違って、えー、先ほどもおっしゃったように移民が多いとなると。はい このコロナ対策における、なんて言うんでしょう。学校の、あり方っていうか、やり方っていうのも。はい。やっぱ、違いましたか。そうですね。うん、なんか、移民の方がたくさんいらっしゃるっていうことは、うん、もし、あ、もちろん、イギリスはもともといろんな、あの。 日本でいうと支援を必要とするお子さん方とかケアが必要な,なあのご家庭の方っていうのが日本でももちろんあるんですけど、はい、イギリスはもうとてもまたそれも、うん、あの一つの社会的な問題もあって、うん、あの配慮を要するお子さんっていう日本でいう特別支援の分野のお子さんもいれば貧、はい 結婚の問題ですね。はい、まあ生活をケアしなきゃいけない方々もいたいらっしゃったり、あとは言語の問題が出てくるんですね。えー、はい、私たちが行かせてもらっている学校は、うん、あの英語が母国語じゃない子供たちが50%ぐらい、うんそ。そんなにいらっしるんですか。三十か三十言語ぐらいの子供たちが、えー <laughs> うん、まあ学校では英語を使われるんですけれど、うんえー、もちろん。 ご両親っていうかご家庭は英語使われてない家庭の方があったりそうするといろんな社会的な課題も出てきたりするので配慮を要するっていうと言語の問題も入ってきたりしてですねそういう学校にソーシャルワーカーさんが常駐されていてそこのケアもしながらっていう中でのコロナ対応ということでですね <laughs> うん、うん、はい。 近くに市内大きい病院があったりいろんなそういうところもあるのでお休みでできないい子がるんすね日本もちょっとロックダウンになって学校が閉鎖っていうのが2020年の3月にありましたけど同じようにイギリスもそういうことが起きるんですけれどそれでは生活が回らなくなっちゃうので政府からそれは受け入れなさいというようなことが来たりするわけですね。 でまあ、そう教育制度とか文化の違いとか、うん、そういうものがいろんなコロナの対応にもいろいろ違いやまあ工夫せざるを得ない部分が出てきたっていうところが、うん、あの比較というよりはまあこういういろんな方法の中からまあ何か得られるものはないかなっていうところでの内容をちょっと検討している感じです。実際にその現地で携わっっってていいらっしゃるあの方々ののお話っていうのも 要するにレポートされてるわけですよね。そうですね。現場の、あの、主にですね、ベル校長先生という。校長先生が。校長先生なんです。はい。ベル先生は校長先生なんですけど、あの、先生へのインタビュー。ということと、間では、まあ、あの、そういう中でも。子どもたちの教育をいかに保障するかみたいなところは。日本もありますが、同じようにイギリスでも工夫されてまして。まあ、そこには教育制度の違いっていうのは出てくるんですけど。 精力的にですねベル先生が学校の先生たちと工夫しながらされたっていうところも、うん、あのちょっと描いています。ということは、まあ、イギリスそう全体のその取り組みというよりは、はい、その先ほどからご紹介いただいているこのベル校長先生のいらっしゃるこの学校でのさまざまな取り組みということが中心に書かれてるってことなんですね。 例えばあのオリンピックで有名になりましたけど、はい、バブル方式最初は本当に必要なあの、うん、学校に家庭での,あのロックダウンの時に、うん、家庭で過ごせないお子さんたちだけが学校に来ていて、うん、あのその他の子どもたちは家庭で、うん、ところが家庭のケアが必要なお子さんたちが多いと、うん、家にいくらこう。 あのリモートでやろうと思ってもそういう端末がないとか家に家族の人が十分にケアできないから、うん、結局あの宿題が出ても家庭学習が出てもそれができないみたいなところが出てきて、うん、まあそういうのにどう対応するかっていうことで、まあ、すごく個別の。 連絡ををするような体制を教員の体制を作られたりですね、えーうん、バブル方式で、うん、まあ10人ぐらいの単位で学校に来るシステムを作られて、うん、あのなるたけ人と人が関わらないけど学校に来れるような例えば学校の門を今までは1つだったんですけど入れ替わりバブル。<この S 2> グループごとにこう入れ替わり立ち替わりできるようなシステムを作ったりっていうようなことで工夫された様子などが、うん、はい面白いなっていうふうに思います、うんうん、もうじゃあここ賢に工夫があるってことですよね。うんはい ただもう本当にあの日本の学校とあの日本は文部科学省っていうところが学校のこういろんなところに影響あるんですけれども日本はまあ地方教育委員会があって各学校にこういろんなものを周知するっていうシステムがあるんですけれどイギリスの場合はまあ割と直結なんですね。で学校に裁量がもののすごくあるんんだけれどなんかその 日本のように何かこう、うん、みんなこう同じように伝達されてっていう感じではなく直直にこうだってきて、はい、そこの学校でどうしようみたいなことが裁量もあるけれど、うん、あの任された責任もすごくあるっていうようなところがちょっと日本と違うところがあるかなっていうふうに思います。となると校長先生の権限もあるんですけれども、うん、逆に責任もある。ですね。 先生たちの雇用の形態ももちろん違っているので、うん、イギリスはどっちかというと一労働者っていうところが大きくて何、うん、だろう日本は例えば教育委員会があって、うん、県の教育委員会の中に小学校がちゃんと位置づいているっていう感じなんですけど、うん、向こうはどっちかっていうとそういうのではなく、うん、こう。 なんていうかな、それぞれの学校で、雇用なんですね、うん。あ、そうなんですね。はい、先生たちは。あ<ー>で、そこにまあ、組合ってトラストっていうのがあって。で、そこに守られている感じなので。はい、なんかこう、例えば、なんか先生たちが。うん、あの、僕たちの健康も、保証してほしいっていうふうに言われて。明日から学校は、行きたくないんだって言われちゃうと。<laughs> えー、校長先生、大変なんですよ。なので、先生たちの、そういうケアもしながら。えーうん でも子どもたちも守りながらみたいなところがまたあのいろいろ考えさせられるところがあります、うん。校長先生って大変なんですねイギリスで。まあ日本も確かに大変だけど、うんえー、意味の違う大変さってありますね。はい、ところがそんな中に、うん、でもベル先生、うん、あの最初に聞いていただいた曲はですね実はそんな大変な中なんですけれどうん、うん、なんか毎年先生たちがクリスマスとか何かの時に子どもたちに、うんうん、あの。 でそのビデオレターを作られる、うん、作られた時に流れてた曲が、うん、今「ザ・ウィークエンド」の,<あ>あのブランディング・ライツでそのビデオを見せていただいて、えーうん、ベル先生のイメージだったので、うん、ちょっと紹介したんですけど、うん、すごくエネルギッシュで。 なんか何か楽しいことを学校の中にあ、うん、あの取り入れていこうっていう気持ちをすごくお持ちの、うん、前向きな、うん、あの感じの,、うん、あの取り組みっていうところも、うん、まあご紹介できたらいいなっていう感じです。要するに責任という部分でも きちんとこの学校の中できっちり私たちが責任を取るよっていうなんかこう、うん、そういう意味では頼もしいというかう、ね、責任を転嫁しないっていうか、うんうん、逆に言うととっても守られてる子どもたちがっていう印象今のお話では受けます、ね、あただまあいろいろ工夫しなきゃいけないところはたくさんあって。 例えば学校はですね全国のの学力テスストっていうのがイギリでであるんですね、うん、日本にもあるんですけど、はい、あのイギリスの場合はそれがですね学校評価につながっていって、うん、オフステッドっていう第三,、うん、第三者機械がやってるんですけれど、うん、学校それぞれにまあ評価が あの毎年チェックがあってつくんですね。うん、でそれによってまあ、保護者は選べるわけですよ。ここの学校に子供を入れたい。で日本は地域でこうなってるんですけれど、うねうん、もうそれイギリスはそうじゃないのでそこにまあ、教員もの評価も、うん、校長先生の評価もつくし、しね、あのお給与や <laughs> あの補助の お金も変わってくるんですね。はいええとなってくるので、学校のその評価っていうのがすごく大事になってくる、ね、っていうところがありまして。ね、なるほど。はい。いや、もう聞けば聞くほど、だんだん興味を持てるようになってきて、これはぜひこれ本を読まないとっていう気持ちになってまいりました。<あ>先生。ありがとうございます。これは、はい、あの、どのように求めることができるんですか、先生。はい。 もう今全国ですねアマゾンと <laughs> あのいろんなところと書籍等に並んでいるはずなので検索をして、はい、お求めいただけたらですねこれきっといろいろ考えさせられること、はいうん、そしてやっぱり国が違うとこんなにも教育の形が違うんだっていうのもよく分かって面白そうですありがとうでいます、はい、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。はい えっと先生もうまだまだたくさんお話を伺いたいんですけど、はい、もうそろそろ時間が <laughs> 来てしまったようなんですけれども、はい、先生何かこの今回のこのお話でこれだけはもう一言言いたいわっていう言葉がありましたらどんなに大変でも子どもたちの,そのこれからを考えるっていうところで、うんうん、本の中に実は山口大学の附属小学校の校長先生とベル先生と対談していただいたところもあります。うんうんうん でそこで先生方の中に出てきたのはやっぱりどんなに工夫してもやっぱ目の前の子どもたちにどう向き合うかっていうところは共有できるものがあるねっていうようなことも大内の中でお互いに感じられてる部分もあったので、まあ、その教育に向き合うっていうのは世の中いろんなことがあっても共有して考えていけるテーマじゃないかなっていうことを あの皆さんに何か伝わるといいなと思います。はい、はい、もうそれも合わせてぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。はい。じゃあ最後にかける曲。えー、はい。これは先生どういう曲を選んでくださいました？はい。もうコロナ禍で大変だったのはもう大学生もそうなんですけど、うん、えー、あの山口大学の今の2年生3年生は本当に最初からあの学校もクローズになっちゃったりして大変だったんですけど、まあそんな同じ世代のあのオルビア。 ロドリゴさんっていう19歳のシンンガーソングライターもグラミー賞とかにも上がってる曲なんですけれどなんか今の大学生を思うと大変かなと思うんですけどこの曲を世界の人が好きだと思ったりこれっていい曲だって思えるっていうのは素晴らしいなと思ってですねなんかあのなんかその今の大学生大変だけどこういうリズムでちゃんと過ごせるんだっていうのを伝えたい。 曲をちょっと選んでみました、はい、では改めてタイトルコールお願いいたします <laughs> はい、オリビア・ロドリゴでドライバーズライセンスです